っしゃったりですとか、そのイベントだけでも応援側でも回っていただけて、なんて言うんでしょうね、今日実際にここにはいらっしゃらないかもしれないですけれども、その応援の声をいただけたりとかして、そういった場面がすごい印象的で、今もなんか自分の経験として良かったなっていうのがまずあります。で、そのコンテンツを私自身持ってなかったので、今日はあの巡回のリーダーとして、まあ、ほぼ店頭好きだったんですけれども、まあ、パレードが来た時のなんて言うんでしょうね、自分の中で湧き起こってくる感情っていうのが、こんなに なんだろうちょっとうまく言えないんですけれども、渋谷でなんかすっごい賑わってるっていうのが、もうなんだろう、まあ、あの島崎さんの頑張りとか見てたのもありますし、そういうのもあって、わーすごいなっていう、ちょっと言葉が下手くそなんですけれども、なんか嬉しかったりですとか、あと、まあ、あとは淡々と見てて、なんて言うんでしょうね、私は結構見てただけだったんですけれども、逆にそこから見てて参加者の皆さんがすっごい笑顔なので、こんな炎天下だったにもかかわらずですね、でそういった方々に逆にエネルギーをいただいて、まあ、気づけばこんな時間っていうところなので、本当、まあ、8時集合したんですけれども、あっという間だったなっていうのが本当に素直な印象です。で、今ここで歌わせていただいて、こう対面形式で皆さんの笑顔がすごい、なんていうんでしょう、すごい嬉しくて、頑張れ頑張れ、全くない中で、こういったそれでも受け入れてくれる純茶化って本当に素敵なイベントだっていうのをここに立ってみてさらに実感しました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。間違いなく熱いですね。さあ、ここでまあいろいろあるんですけれども、せっかくこんなに人が集まってるから、あそこでなんかこう脚立みたいに乗ってる怪しいおっさんいるよね。そこでみんな一緒に一枚写真撮りたいから、ギュギュッと詰めてもらって、団長も皆様もあっち向いてもらってもいいでしょうか。はい、はい、皆さん見えますか。すいません、ここでチーム純茶化のステージも含めて今から一斉に写真を撮りますので、このカメラが見えるうちに、いいですか。で、サイドにいる方々はよかったらこっちにボボボボボボと来ていただいて、真ん中のこの空いてるスペースもボボンと埋めちゃってもらって大丈夫ですので、はい、いい感じです。両端のマイクから内側にあの画像が入りますんで、それよりも内側に入っていただければ皆さん入ります。あの一番後ろ あのプラカード持ってる方もちゃんと入りますんでね、ちゃんと、はい、そういう感じで手を挙げてください。前の方もあのピアノの方とドラムの方の間ぐらいは、必ず入りますので、そこの間に入っていただきますか。小林実行委員長いらっしゃいますか。小林実行委員長、小林実行委員長、あ、実行委員長、真ん中の方でお願いいたします。いや、お願いします。はい、皆さんカメラ見えてますか。カメラ見えてなかったら映りません。はい、じゃあ、渋谷っていうので、はい、分かってますね。はい、はい、行きますよ。渋谷、もう一回、はい、もう一回、もう一回、ちょっと声が小さいんで、今の2つ手挙げて、いきますよ。最後です、最後です。前の僕のスピーチの方で申し訳ないですが、しゃがんでもらっていいですか。もうちょっと、はい、もうちょっとだけ、あ、OKOKOK、 OK、 ありがとうございます。じゃあ行きますよ。はい、渋谷、渋谷、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってます。老若男女、経験問わずにどなたでもウェルカムでございます。ご興味ある方はお手元のパンフレットや渋谷純茶化の公式サイトに載っているスタッフ募集からメールでご連絡ください。それではこれで渋谷純茶化の1回目を終了とします。